今日はどうもありがとうございます。今日のね、趣旨がまあ、友達のサポートということで、本当まあ、まあ、簡単に言っていけないんですけど、ユニティをすごい感じました。まあ、まあ、今日ね、出てるバンドはまあ、さっきも言ったんですけど、ハードコアユニティじゃなくてパンクバンドもいるし、ハードコアバンドもいるし、まあ、それ違うジャンルもいるし、まあ、これがまあ、沖縄ね、今のね、現状っていうか、まあ、悪い意味じゃないですけど、僕は、まあ、ジャンルね、固まってやる意味は分かるし、でもこういうね、みんなサポートして、ジャンルを超えて、一つの空間、この瞬間を楽しむっていうイベントもすごい好きなんで、まあ、トゥージェンドはじめ、沖縄ハードバンドにも、この辺もいっぱい教えていきたいし、まあ、なんていうか、この瞬間をね、楽しめる瞬間が僕好きなんで、もう本当今日は皆さんありがとうございました。で、今日本当幸せ者のラーメン店主、グッシー、本当お前幸せ者だな。こんないっぱい人来てくれて、本当最高の中に恵まれて、まあ、その一役を担えて本当光栄です。ありがとうございます。まあ、今来ましたけど、まあ、これはね、まあ、いつも俺らのスタイルなんですけど、別にでも押し付けるでもなく、やらされるわけでもなく、自発的な行動が全てだと思ってるんで、別に明日白い行かなくても、明後日行かなくても、来週行かなくても別にいいと思うんで、来てくださいと言ってます。でも本当、この瞬間集まってくれて本当ありがとうございます。We'll be right back.
みんなで拳を上げるの最高っす。本当ありがとうございます。うちさんはじめゆみで、ね、TSC で、まあ、あの主催の今陽子で、まあ、グシー本当ありがとう。なんか久しぶりにこれね、中で、すごい、まあ、力を感じるイベント参加できて本当嬉しいです。で、まあ、僕らもね、超告知いろいろ考えてて、夏あたりにサイバーボックスで地元の漫才でちょっとまたライブしたいんで、その時はまさみさんサポートお願いします。最近さ、盛り上がってない那覇をみんなであげましょう。ライブを、那覇でライブをしましょう。那覇でライブしたい。よで、まあこの後いっぱいは、あと何パートかな、分かんないけど、本当は日曜日だから明日仕事は俺も仕事なんだけど、はい、まあ、社会人の皆さん本当ありがとうございます。まあこれがあるから明日頑張れるっていう人、まあ、俺もそうだけど、まあ、ハードコアがね、本当生活の一部、ライフスタイルの一部、音楽がね、皆さんの生活の一部、ライフスタイルの一部、次の日の何かをすることによって糧になるのはすごいいいことだと思うんで、僕自身もそうですし、まあメンバーもそうだと思うんで、これは皆さんで続けていきましょう。
ません。最後行きましょう。最高、本当にユニティでした。ありがとうございました。